ハリケーンドリアンは2019年9月にバハマに上陸したカテゴリー5のハリケーンである。シンロズドリアンはアメリカ合衆国フロリダ州に接近し、現地時間の9月1日昼頃にバハマ北西部アバコ諸島のエルボー系に上陸。上陸時の勢力は中心気圧910ヘクトパスカル、最大風速秒速82メートルでカテゴリー5であった。 バハマに上陸したハリケーンとしては観測史上最も強い勢力であった。また、1980年のハリケーンアレンに続き、大西洋におけるハリケーンとしては観測史上2番目の強さであったことに加え、そして1935年のレーバーデーハリケーンと並び、大西洋海域に上陸した嵐としては史上最強であった。 カテゴリー5のハリケーンがバハマを直撃したのは1992年のハリケーンアンドリュー以来27年ぶりであった。なお、このドリアンをもってカテゴリー5のハリケーンが観測史上初めて大西洋に4年連続で発生した。ドリアンによりバハマ諸島で住民およそ7万人が住宅を失ったとアメリカのメディアが報じた。場所によっては およそ7メートルの高潮が発生するなどし、少なくとも50人の死者が出た。ありがとうございます。